こんばんは。二人ぼっちのジョーです。アンです。アリスミア実況始めていきたいと思います。始めていきましょう。よし、じゃあまずはデータロード。そうだね、これか。ちょっと前回は不甲斐ない結果、ちょっと前回は謎解きがグダグダだったんで、いや難しかったね。うん、ちょっと今回はサクサクプレイを目指したいですね。でもうジョーは寝てたので完全にちょっと復習いってきます。日記の切れ端をちゃんと読んで世界観に入ってから進めたいと思います。じゃあ復習いってきます。よし、帰ってきました帰ってきました。じゃあ前回この間違い探しを謎解きが終わったところから、終わってなんかもらったんだっけ、かけらをもらったのかな、この、え、そうだっけ、暖かい、違うよ、それ右端になんかさ白いモヤモヤがいて、そっから取ったから、あれ、え、ちょっともう一回さ、フクロウに話しかけてみて。あっちは同じ、でもそっちは違う、なんだ、え、え、その時終わったもんね。終わった。うーん、え、どこ行けばいいの、どうしよう、ちょっと戻ります、こっち側。うーん、あれ、あー変わってる、ポッキーだね。リックいないね。リックはね、いつも私が寂しい時にお話をしてくれるの。私が体験してないこといろいろ教えてくれるの。でもね、いつも少し悲しそう。お話ししてるときは楽しそうにしてるのよ。どうしてだろう。アレンには大切な人いる？いないかわからない。結局いないってことだもんね。まあでもわからないにしとこうかな。ちょっと濁しとこうかな。あ、アレン記憶がないんだっけ。ごめんね、悲しいこと聞いちゃった。うん、出た、探し物？びっくりびっくりびっくり。君とは初めましてだね。ハロー、アリス。私の名前はレティよ。アリスじゃないわ。いいや、君はアリスさ。僕がそう言うんだからね。まあ、今は横にする。お探し物はこちらかな？誰？あ、リック？血出てんじゃん、頭。え？リック。ずいぶん美味しそうにしてたから、もう食べようかと思ったがね。やっぱり完全に潰れてからじゃないと。しかも、二つ分あるなんてね、ワンロック、ツーバイトっていうの？ツーバード。うん、じゃあ、やることやったからな。また夢で会おうぜ。あ、消えた。おい、リック。リックもいいよね。手、つないでおくからね。てんてんてん。3人になりました。でも、いない。え、セーブしよう。いないね。いないね。いない。え、アイテムにいるんかな、リック。いないわ。マジか。え、なんかおる、これなんかモワモワが、うん、なんかそういうこと言ってない、完全に潰れてから、ね、あ、お菓子の上に変わってる、なんか、え、これ白いボヤボヤ、これ、うん、これあれだよ、前回も撮ったやつ、うん、あったかいやつ拾おうか、うん、ピケピケのかけら、じゃあこう戻るのかな。お菓子の家といえば、うわ、ポッキー刺さっとるね。うわ、炭素は大丈夫か。え、私チョコレート大好き。なんかさ、一緒だけどさ、家具とかはお菓子仕様になってるよね。ね、すごいな。あ、鍵、あ、これ鍵か。鍵じゃない、鍵がある、ある、持っていこう。世界の鍵を手に入れた。このお家、私のお家にそっくりだけど、全部お菓子でできてるのね。
夢みたい。あとでちょっと食べてみてもいいかな。うわー、やばそう。いや夢だよね。ほんと？喋った。先生いた。はっ。鍵動かないで甘い。甘くて甘い。痛い痛い痛い。お腹すいた。てんてんてん。うん、まあ戻るのかな。また鍵手に入れたし。あ、誰かいる、先生かな。話しかけよう。なぜ帰ってきてるの。はいつもあなたが知らない道の奥へ置いていくのに、ここに至って私はあなたを大切にしないし、傷は増えるだけなのに、どうして帰ってくるの。これやだ、リック。またその名前、リック。リックって、あなたはいつも誰と話をしてるの。ここには私と夫とあなたしかいないのに。気持ち悪い。いるよ、ちゃんといるよ。どうして、なんで。ごめんなさい。でも、ごめんなさい。ごめん。なんかリックだけど、出ていたね。悪い魔女め。いつも、どうしてこんなことを。レティは僕が守る。リックは、この。あ、そういうことか。体当たりするか。攻撃か防御か。あ、そう、攻撃だわ。うわ。大変なことをやっちまった。人を殺めてしまった。おか。そう、ごめん、そういうつもりはなかったんだ。そんなつもりはなかったんだ。手帳の切れ端を手に入れた。ちょっと待って、手帳どころじゃないんだけど。お腹が空いたわ。お家やお洋服が甘いお菓子になればいいのに。そうすれば家族みんなご飯が食べられるわよね。あ、でもチョコレートはすぐに溶けちゃうわ。ダメね、全部燃えちゃった。僕が全部引き受ければあの子はずっと笑ってます。僕はあの子が好きです。でも僕はなぜ生まれたのですか。リックのことかな。先生はベッドも2つ、僕の服も用意してくれました。でもこれで正しいのですか。僕がいるからいけないのでしょうか。先生、子はのけぼはのでしょうか。最後の方は文字がにじんでいて読めない。ちょっと待ってくれ。今のとこよかったのかな、体当たりして。まあでも、どう思う今の。リティのは多分昔の話なんだけど、悲しい境遇だね。まあ、私わかるからさ、あれなんだけどさ、お菓子の家だったじゃん、で、お母さんがさ、暖炉で燃えたじゃん、なんか童話と似てない？あれじゃん、ヘンゼルとグレーテルじゃん。そうそれすぐわかったよ。二人やん、ヘンゼルとグレーテルも。そういうことね。で、いつもさ、置き去りにされちゃって、いつもってか置き去りにされて、お菓子の家にたどり着いてっていう話じゃん。そうだね、そういうやつか。でも、アリスって言われてたね。何なんだろう。この世界でみんながアリスってなんか言ってたよね。おお、なるほどなるほど。それでここに来たってことなんかな。ああ、そうかもね。ひとまずだから一つ目の扉は、あれ固まった。あ、戻った。一つ目の扉はヘンゼルとグレーテルの世界、話だったってことか。
でさっきリックも言ってたけどさ、うん、リックが生まれたの守るためだけどそれで気持ち悪いってお母さんに言われちゃって、まあ、そのうまくいかなくなって生まれてきてよかったのかどうかっていうのもあるよね。自己防衛のこの本能からもう一人の人格が生まれちゃったんだね。なるほど。難しいね。重たい話でした ね、 ね。じゃあ次の扉行きましょうか。ここかな。あ、違うの。こっちか。あ、あれ、こっちか。え、いきなり真ん中。え、あれ、鍵持ってるよ。入れないな。あ、話しかけてみようよ。あ、寝てる。リックいる。てんてんてん。リック大丈夫か。血みどろだ。てんてんてん。反応がない。ただの屍のようだ。え、ちょっと。え、これで開くんかな。あれ、次の世界に行けないぞ。クローゼットとかは、やだトラウマが戻るのかな。あ、この人に話しかけるとか あるかも。あ、親帰ってこれましたか。どうして泣いているのです。そりゃ泣きたくなるさ。本当だよ。一つの世界に一つずつですか。面倒ですね。まあ一つ回収できたのでよしとしましょう。世界で入手したものもこちらで回収しますね。あら、まあ後で勝手に消えますが、アリスが今にも潰れそうですし。そうだよね。このページの切れ端をまとめておきますね。どうぞ。 これで見れるようになるのかな。あー、赤紫色の手帳を手に入れた。それでは次の世界への扉を開きましょう。よっと。次もよろしくお願いします。行きましょう。ちょっと見てみたくない。あれ、うん、用紙にレティと書いてある手帳、うん、見れない。絶対さ、かけらさいっぱいちゃんと集めないとさ、エンディング変わりそうだよね。うん、あ、上書きしちゃった。うん、いいよ。よっしゃ、またおるな。世界のルーツはな、あいつがルールかルールはな、あいつが勝手に作ったんだよ。俺はそんなの作んねえさ。でもあいつはそれじゃあ時間がかかるかと、かかるかいって勝手にルールを作りやがった。ああ、だが僕らはルールに従うしかない。じゃなければ罰が与えられるからな。なんだ、たまにはこう話をしたっていいだろう。どちらが普通なんてのは人によっちゃ違うだろうが、ずいぶんと悲しそうだね。出会ってちょっとのやつのことなんかそんなに気にする必要なんてないぜ。全く飽きないね。おっと、そんなのも全部忘れちまってるのか。全部知ってるさ、俺が奪ったんだから。当然返さないけどな。本当にお前の中は空っぽなのか。一つくらいなんかあんじゃねえの。あるかもわからない。どうだろう、あるんじゃない、何かしら。あるじゃない。なんか何も発してないけど、言葉。あれ、アレン君、いや、なんか見覚えのあるところに行ったら記憶が戻る的な、なんかない、そういうの、断片的なものが。いや、あるかも。いや、わかんないにしとくわなんでそうかい。じゃあまた次回にでも聞いてやる。お前が早々に潰れないことをお祈りしてやるぜ。おっと、時間だな。また話そうぜ。なんだこれ、ちょっといいやつなのか。なんか普通だったね。ねえ。あ、なんだっけ、チェルシーちゃん。そうだそうだ。チェルシーちゃんだよ。メインヒロインだよ。ねえ、クマがたくさん。てんてんてん。
てん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 。あ、あ、アリスくん。あ。おお。いやー、誘っちゃおうよ。あ、デート行っちゃう？えっと、じゃあ。おい。クローゼット開ける？おいおい、どういうことだ？誘われている。行くか、じゃあ。空開けるさ。あれ？寝てる。あれ？絶対チェルシーちゃんの部屋だよね。うん。クマしか見るな。ピアノいい感じだ。広っ。うわ、見て、なんかこのほら、物々しい、なんかこのほら、狩りをするような、なんかね、怖い。うん、世界地図とかなんか、あ、いるやん。え、こ、え、2つベッドがあるけどね。何、ほうれん草、わかんない。一人にしちゃ家が大きいね。てんてんてん、かけようよ。かけちゃう。かけよう、かけよう。めっちゃびっくりしてる。あ、アレンくん。うー、びっくりした。今度はちゃんとアレンって言うね。うん。ここどこだかわかる？夢。そっか。うん。ありがとう。てんてんてん。ごめんね。私お話苦手で。いいよ。かわいい。いいよ。嫌いなわけじゃないの、本当。一人で怖かった。でもちょっと落ち着いた。一緒にいてもいい？いいよ。うん。可愛いな。メイン広いんだやっぱ。これ欲しいの？ただの真っ白な紙切れだけど。はい。おお。でも絶対。私のお母さんは体がとても弱いです。だから私が代わりにお料理やお洗濯、いろいろします。ええー、子や。完璧じゃん。お父さんはあまり家にいることはありません。ほう。たまに狼や鹿を連れて帰ってきます。だからさっき狩猟する道具があったんだ。うん、漁師さん。学校には行きたいけれど、お母さんが大好きなのでずっと家でそばにいます。クロニーや。お母さんはベッドの中でいつもごめんね、ごめんね、小さな消えそうな声でいつもつぶやくのです。なるほど。あ、ついてきた。 おついてきた。ほうれん草三色の薬、これのことかな。ねえ、そうだよね。あれや、あの長寿のやつやな。長寿、長寿、ナルトの三色の薬って。三つ目まで行ったらもうダメですよ、ね、そうやばいやつ、やばいやつ。トンガラガンとか。あ、また鍵か、開かないの。おかしいね、どうすればいいんだろう。どうしよう。やっぱ、ま、薬飲むしかない。長寿に一個までにしたか。そうあ、なんかおる。あ、ほんとだ。え、またテトリスじゃない？そういうこと？こんにちは。僕今すごくお腹が痛い。あら。薬なら隣の部屋にあるけど。お腹の薬は混ぜなきゃダメなの。何だったかな？その色では動いて、あ、その色では注意して、その色では止まる。信号じゃん。ねえ、もう分かっちゃったね。緑、黄色、赤。そう、おばあさんに聞いた。何かと同じなんだって。でも失敗すると爆発するから、あなたはダメよって。うわ。やってみるの？やってみるしかないよ。え、信号がどうしたんだろう。ん？だけど？このお薬だよ。さっき言った順番にこの無色のお薬と混ぜていくの。なんて言ってたっけ。ちょっと確認しに行こうよ。ちょっとやめとこう。一回最初、一回ちょっと成分をしよう。最初なんて言ってたっけ。確認しよう。違う、赤、黄、あ、緑、赤、緑、黄色、赤だった気がする。
緑、黄色、赤。もう一回。動く、緑、黄色、赤。うん、青っていうわ。緑だよ。緑だけど青っていうわ。いや、青信号。緑信号っていう？いや、俺は緑に見えたら緑って言うよ。え、な、緑信号って言うの？青って言うけど、緑やわ。あれは、あれは緑。いや、あれは緑なんだけど、青って言うよねっていう話。緑だよ。緑なんだけどさ、青信号って言うやん。だから、青、黄色、赤だね。緑ね。何色を混ぜよう。俺、緑じゃん。緑。こ黄色こ、赤。はい、長寿。爆発しないね。タイミングだろ、ナルトめっちゃ読んだからな。うん、これで大丈夫。この薬を持っていけばいいと思う。いいね。よし、あのウサギに届けに行こう。大丈夫か？ネズミ？ウサギじゃない？ウサギ？ピグレット。一等身のピグレット。あのお薬持ってきたよ。ありがとう。うん、落ち着いてきた。すごくいいね。よし、よかった。そうだな、これ僕いらないからあげる。いらないって言うなよ。あー、手帳の切れ端。森のおばあさんは薬を作る仕事をしています。お母さんの薬が切れるとおばあさんの家まで取りに行きます。とある日、いつものようにおばあさんの家へ行ってほしいと言われました。今日は届け物もしてほしいの。いつもお世話になっているから。パンやお酒が入っているけど途中で食べたりしたらダメよ。毎回言っている通り、寄り道はしてはいけません。怖い狼がいるんだからね。そういうことか。私はお返事をして家を出発しました。森を進む途中で私は綺麗なお花畑を見つけました。どこで開いたのかな。どっか開いたね。外に出れるのかな。次の世界はあれですね、あの赤ずきんちゃん。赤ずきんちゃん、どうしようかな。行くか。鍵開いてるね。おお。お、あるじゃん。あれ一回ここで止めようか。そっか、一回じゃあここまでにするか。うん、セーブして。セーブして。いやー、ちょっとさ、まださ、謎解きっていう謎解きじゃないじゃん、今の信号のやつは。そう、うん、こ次よね。そうね、そろそろ来るね。グダグダタイムが。そう、ちょっと頑張らないかんで。とりあえず、今回はこの辺で、ね。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。